年2022年っていうのはね、1872年にね、新橋横浜間でね、鉄道が開業してからね、150周年っていうね、節目の年を迎えます。その記念に JR 東日本をはじめとした JR 各社ではね、鉄道開業150周年を記念した様々なイベントっていうのをね、企画してくれています。そして JR 東日本ではね、各駅でね、鉄道開業150周年を記念した放送っていうのをね、行ってるんですよ。で、普通はね、ただその放送をするだけなんですがね、 JR 東日本大宮駅に関してはね、その放送の前後にね、オルゴールの鉄道唱歌が鳴るってね、聞いたんですよ。で、今回はね、偶然大宮駅に行く用事があったんでね、そのついでにね、そのオルゴールの鉄道唱歌を聞いてきたんでね、それを皆さんにね、お見せしようと思います。そして私は大宮駅に到着。では早速聞きに行きたいと思います。そして今回目的の鉄道唱歌はね、これね、大宮駅のコンコースで流れるみたいなんですがね、これね、どれぐらいの頻度で流れるかとかね、私知らないんですよ。だからね、これずっと待ってたんですがね、かなりね、待った、これ30分ぐらいは待ってたと思うんですがね、これついにね、録音することができたんでね、今からそれを皆さんにお聞かせしたいと思います。ちなみにね、最初のところね、ちょっと取り逃しちゃったんでね、ちょっと合成になりますがね、まあちょっとそれはね、ご理解の上ね、お聞きください。どうですかね、横の中にすごいでしょ。これただの校内放送でもね、こういうことをしてくれるとね、ちょっと嬉しいですよね。まあではね、この動画を終わりにしようと思うんですがね、今年はね、さっきも言っていた通りね、鉄道開業150周年ってことなんでね、私もね、まあそれを記念した動画っていうのをね、まあ、今後出していこうと思います。まあではね、この動画はここまでにしたいと思います。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。